インンターンシップにも非常にに力を入れてらっっしゃるふうに伺ったんですもともと2008年まで遡ると思うんですけども<ー>あのインターンシップを始めたきっかけっていうのは目的としてあの明確に3つありまして 1>,、はい、1つ目は従業員さんを元気に会社を元気にっていうものだったんですね。で理由としては会社が非常に歴史が古い<ー>、えー、反面ですね<ー>、えー、従業員さんも永年勤続者が多くて。 今も私の生まれる前から働いている従業員さんもいるぐらいですので非常に高齢化も進んでいくとでそうすると定期的な新卒の採用もできてなかった時代ですのでえ若い人も入ってこないっていうことでじゃあ単純に若い学生さんが入ってくることによってえ会社や従業員さんが元気になるんじゃないかなっていうところが。 えー、ありましたで2番目はですね、えー、あのそもそもそれはもう自分で気づいてたことなんですが、えーえー、新卒の採用っていうのを私が入社してからしばらくやってこなかったんですね、うん、でその理由というのは、えー、従業員さん私も含めてですけども若い人をその育てることができる状態になっていなければ、うん、従業員さん入ってきてもその成長感が こう得られないのでやめてってっしまうんですよね<ー>でそういったことを続けていてはしょうがないのでまずその自分たちが若者たち若い人たちをきちんと、えー、教えてあげられる人材にならなくちゃいけない<ー>、ね、それが2番目で<ー>若い人たちを、えー、育成できるような人材に自分たちがなるっていうことが 2番目の目の的ですね自社の社員もそれインターンシップによって成長できるそうですね自分たちが、はい、自分たちも成長するんだということですねで3番目は一番その当時の私としても非常に関心が高かった部分なんですけども、はい、ソーシャルプリンティングカンパニーというビジョンを掲げて数年後でございますんでんその若者たちの,そのアイディア自体を事業に生かすあるいはそれを事業化するっていうことにロマンを感じておりました。えー でこの三つの目的でインターンシップの取り組みをスタートして主にその六ヶ月間という長期インターンをメインにやってきまして今は十五人来た状態なんですけどもその間にも短期のインターンシップ数が数多く受け入れております十五人プラス短期の学生さんもそうですね海外からの学生さんも来ますしで特徴的なところとしては あの社会的な課題解決っていうのをソーシャルプリンティングとして掲げておりますのでえ集まる学生さんたちもこの地域の課題例えば横浜でもその高齢化の問題であったりとかあるいはその外国人の方がこう大勢訪れる中でえ宗教上ですね えー、召し上がれないものがあったりする方もいらっしゃるわけですけどもそういった人たちに対して、えー、食材のですね何が入っているかっていうのを絵文字でこう表していく取り組みをインターシップスにやっていただいたりとか、えー、あるいは近年ですと、はい、このお薬手帳薬、はいえー、このお薬手帳というのがあまり活用されていないという中で、えーえー、まず 高知大学の学生さんがこれをお年寄りたちが使いたくなるようなこうイラストを入れたりあるいはその読みやすさ分かりやすさに配慮したいわゆるユニバーサルデザインの対応をしてみようというのをこうやりましてこれは企画からもちろんバックアップとしてうちのデザイン制作部隊も手伝いますがえ基本的にどんどん推進していくのは学生さんにチャレンジしてもらいます。 でこの学生さんの場合はクラウドファンディングまでチャレンジいたしましてで実際にこの制作にかかる費用やえこの報告会を一般の方もお招きしてえ薬剤師の方などもお招きして報告会を行うというところまでクラウドファンディングで賄いまして次の代に引き継いで次の代の学生さんは今度別の学生さんはこれの中国語バージョンを作っていいで今にまた。 今度は実際にこの取り組みに関心を持った市民団体の方々が多言語化ぜひ、うん、したいということで今ご一緒させていただいている状態です。えー、なるほど。はい、その今まあインターンシップっていうのもすごく、はい、あの。 たくさん出てきている中で、はい、やはり受け入れたくても見えないコストだったりとか、まあ、実際にかかる費用だったりとかで。えーはい、なかなか難しいっていう企業さんもある中で、はい、この15人でかつ6ヶ月間というですね。受け入れられる理由というか、はい、なんかこう社長の思いみたいなのってどういうところなんでしょう。えー、あの、まずですね。あの、いろんな企業の方と大企業の方ともお話しするんですけども。えー、確かに、その。 一人の学生さんをお預かりしていろいろなことを指導させていただくという点においてはですね、時間もお金もかかることだっていうのはあると思います。で、また一方でその企業の多くでですね、このインターンシップ自体をこの採用目的であったりとか、あるいは事前にいわゆるアウターガイのような形で、え、ー 学生さんを囲うなんていうようなお話も聞くこともありますけれども。あのまず。私どもも最初採用につながるのかなって正直実は思ったんですね。<ー>でも。ええー、二三年やって、あ、そういうものじゃないんじゃないかなっていうことを気づき始めました。で、どういうことかと言いますと。一生懸命その学生さんとしては、チャレンジをするわけですよね。<ー>である時、学生さんとし、話してて。 気づかされたんですけども、うん、社長インターンシップに失敗ってあるんでしょうかって言われたんですね。うん、学生さんから。はい。はい。で、もちろんそのプロジェクターの、えー、成果とかですね、の成果が大きいとか小さいとかっていうのはありますけれども、でそれが小さかったとしてもチャレンジをして、うん、その学生さんにとってプラスになる面があった。うん うまくいかなかったことがあったとしても学びがあったわけですから、それは学生さんにとってはプラスですよね。ですから失敗はない。で、企業側で失敗はあるのかどうかっていう話ですよね。それも当初1、2年は分からなかったんですけども、学生さんにこう指導させてもらう。うちの従業員さんがこの学生さんを指導する。で、そのことにおいてどういうふうに教えてあげたら分かってもらえるのかとか、どうしたら 満足感や達成感が得られるんだろうかということを考えます。うん、で、インターンシップを担当している従業員さんだけではできないことっていうのができてきて、それをサポートする人が出てきたりとか、うんはい、あるいは学生さんが苦労しているのを見かねてインターンシップの担当者以外の従業員さんが手伝うなんていうことで協力関係ができるわけですね。まさにそこでチームワークを従業員さんが学ばせてもらってるわけであって。うんうんうん そういった点からすると、えー、あの企業側でも失敗はなないいんだとうことですよねであの続けてきて分かったのがこれが評判となってですね今はあの中間支援の NPO を通じてではなくて、えー、大学の先生が私の授業を受けてくれた学生さんが えー印刷ーーでインターンタシップしたいっていうお話を直接してきてくださるようになってきてもともとインターン始まって3年ぐらいの時に、えー、従業員さんにも話したことがあるんですけどもそれはですねあの学生さんにも実は授業の時とかに言ってるんですけどもあの学生さんは未来のお客様かもしれないからっていう話をしてます。 これはあの打算的な話をしてるんじゃなくて本当の話だと思うんですねあの企業やあの、まあ、担当者自体が、うん、社長もそうですけど上から目線でですねいたらですねどうなるのかなと思ってもしかしたらうちの会社には入らなかったけれども、うん、お客様の先に、えー、入社してですね、はい 担当者になるるということだって十分考えられるわけですねでそんな活動をしていたら実際にあのいろんな連携をするケースがあってインターンシップではなく私どもが企画したソーシャルプリンティングカンパニーとしての社会的課題解決のプロジェクトなどがありましてそこに参加した学生さんがあの自分が社会に出たらもう一回また大川印刷さんと仕事したいですって言ってくれたんですね。 ここれはすごごく嬉ししいいとでございましてやっぱりいろんなつながりで僕らは生かされてるしえ、まあ、経営させていただいてるんだっていうことを感じるのもこのインターンや学生さんたちのとのやり取りで得られているものだと思いますね。